明けましておめでとうございます。東スポ競馬ニュースの時間です。今週も週末に行われる重賞レースの解説を行っていきます。朝比奈優です。そして解説をしてくださるのは新井記者です。こんにちは、新井でございます。朝比奈さん、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、去年いろいろありましたけどもね。いろいろ、本当にいろいろありましたね。なんか馬券がいっぱい当たったって僕ツイッターで見たんですよ。有馬券当たりましたね。当たりました、よかったです。年明けもなんか当たったってちょっと聞いたんですけど、中山と京都、はい、金牌、はい、はすごいですね。今年は多分当たり年ですよきっと。いや、幸先いい分ちょっとやっぱしっかりしていかないとなと思ってます。はい、はい、というわけでですね、はい、今年も第一発目ということなんで、はい、日曜日に行われる京成杯、京成杯、はい、中山の 2000m、 まあ皐月賞と同じ距離と、はい、いうことなんで、あの結構皐月賞と関連するのかなと思いつつ、最近はちょっとこう活躍は出てないんですけど、はい、まあ、それでも本当にあの出世レースの一つって言われてまして、うん、はい、実は結構ね、あの頭数がどうも今年は手頃らしいということなんで。そうですね、はい、ちょっと見る限りそういうものなのかなって思ったんだけど、まあそうですね、まあ、先週の、ね、新山記念がやっぱ7頭立てっていうのもあったし、はい、まあ、今年の3歳世代はちょっとこう遅めのスタートというか、うん、なかなかこう頭数揃わないなっていう感じはするんですけど、はい、まあ、それでもね、あのかなりこう能力の高い馬が揃ってるんで、はい、あのちょっと注目のレースかなと思いますけども、はい、まずは朝比奈さんに過去10年の傾向からお願いしたいと思います。はい、京成杯過去10年の傾向です。丸 1番人気馬は堅調。過去10年1番人気馬は3、3、0、4、副賞率は 60% だが、3着を外した4年も勝差の5、4、4着を含むものだから、1番人気馬の安定感はなかなかのもの。一方で2から4番人気は2勝3着2回にとどまっており、比較的荒れる年も多くなっている。丸 ② 勝ち上がり直後の馬も狙える。過去10年の連帯馬20頭のうち、新馬未勝利勝ち上がり直後の馬は半数近い9頭。特に新馬戦を勝ったばかりの馬は連帯率 20%、 副賞率 35% で、いきなりの重賞挑戦は陣営の期待の証明でもありそう。丸 ③ 関東馬優勢。過去10年関東馬が7勝、関西馬2勝、地方1勝と関東馬が優勢。副賞率はほぼ互角だが、勝率連帯率では関東が上回っている。現在関東馬が6連勝中、関東ワンツーも5年連続だ。続きまして新井さんの注目馬を紹介していきます。1頭目はソウルオリエンス。父北サンブラック、母スキア、母父モチベーター。ソウルオリエンス、はい、ソウルオリエンスになるかなと思いますね、はい、あのさっき傾向にもあったんですけど、あの実はこう一戦一勝、はい、こう新馬戦を勝ってすぐ京成杯を勝つっていう馬が実は結構最近多くて、まあ場面だけ言いますと、ラストドラフト、はい、クリスタルブラック、うん、で一昨年がグラティアス、お、これみんな新馬戦を勝っていきなり京成杯飛び込んできて、はい、重賞勝っちゃう。おー、じゃあ、 あんまり経験を積んでるからとか積んでないからっていうのはそんな関係ない、うん、あんまり関係ないですね。やっぱレースのパフォーマンス見てもやっぱ高いですし、はい、やっぱりその朝日杯、ホープフル、年明けてすぐここみたいな感じなんで、うん、そのまあ、あんまりその超一流の実績バリバリの馬が使ってくるかっていうとあんまりそうでもないんで、うん、本当にその出世するこう能力の高い馬を探すっていうのが一つのレースの特徴かなと思うんですよね、はい。でまあ、やっぱりまず最初はやっぱこのソウルオリエンスってことで、はい、やっぱその東京の新馬戦、うん、まあ、あの2着馬とはね結構接戦だったんですけど、はい、まあ、後ろはしっかりとちぎれてましたし、うん、やっぱり、ね、あのまあ、新馬戦ってやっぱりいろいろ不安要素ってあるじゃないですか、はい、例えば折り合い大丈夫かとか、うん、こうペースとかポジション大丈夫かとかってあったんですけど、はい、この馬はねすごくレースが大人、大人、はい、もうあの外枠だったんですけど、前に壁がなくてもちゃんと折り合いつくし、はい、でまああの上がっていくときはちょっとこうじわじわって感じだったんですけど、うん、もう本当に直線向いてもやっぱりその戸崎ジョッキーがこう内と外を確認しながらみたいな感じの競馬だったんで、うん、まあ、それでまあ結局叩き合いを制して新馬勝ち、はい、でまあ時計もラストが11秒0、11秒0、うん、まあ、新馬戦は時計ねそんなにこう早い遅いはないんですけど、はい、まあ、それでもやっぱ後半の早いラップでしっかりとこう突き抜けたっていうのがこの馬の能力、はい、でまあいろいろねその中山だとか2000だとかっていろいろあるんですけど、
まあ、そういうところをこう飛び越えられる、飛び越えて勝てるようなレースっていうのはその京成杯の特徴でもあるんで、はい、まあ、まずはやっぱこの馬かなっていう感じですよね。なんか最近こう北サンブラックの方が結構活躍してるイメージがあるので、はい、うん、おおってなってました。まあ、このお父さんは、まあね、いきなり初年度からイクイノックスって出ましたし、はい、まあ、ガイアホースもそうですけど、うん、もう初戦からその大物感たっぷりの走りをしてくるんで、はい、あのすごくこう見てる方としてはもうあこれはもうすごいぞってこう分かる、はい、まあ、このままもそうなんですけど、やっぱりそのフットワークがやっぱ大きいし、うん、まあ、体もしっかりと使えるし、それでいてレースが器用なんで、はい、あのまあ、このままも本当にその北サンブラックの一個上の先輩たちにこう継ぐような、はい、あの馬になれるんじゃないかなっていう感じするんですよね。うん、でまあ兄弟もね、あの 半お兄さんにあのバンドギャルドっていう馬いまして、はい、でバンドギャルドっていう馬はあの、まあ、距離はマイルだったんですけど、まあ、今も現役なんですけど、はい、あのドバイで2回遠征して3着2着ってい う, もう海外でも実績残せるような、まあ、そういうお兄さんがいる血統なんで、はい、やっぱりこう筋も1本通ってるし、うん、やっぱ調教はねやっぱり惚れ惚れするんですよね。お、うん、年末だったんですけど、はい、まあ、本当にその小馬の2勝クラスもう2つ勝ってる馬たち、はい、を相手にしてもやっぱりその馬たちをこう煽ってしまうような稽古の走りをするんで、あれまあもう完全にそのなんだろう、能力が溢れ出てるというかもうちょっとこう、まあ、バレバレなんですけど、はい、まあ、本当にそういう調教の過程を見てもやっぱりこう新馬使って一段こう上がってるなっていうところもあるし、うん、まあ、レースも本当にあの、まあ、スタートコースはちょっと一息だったんですけど、はい、あんまり注文のつくタイプじゃないし、はい、むしろその馬ごみとかっていう心配が今回こう頭数手頃なんで、うん、まあ、そういう心配もないんで、はい、まあ、僕はまずはこの馬の能力っていうのを買うべきじゃないかなって思うんですよね。もう一発目の一発目からもうベタ褒めじゃないですか、うん、あのこれはあの哲学厩舎の中でも多分今年の3歳世代でも多分ワンツーの存在だと思いますよ。うん、あのね毎年クラシックに出してる哲学厩舎なんですけど、はい、その中に入っ、その中の3歳馬たちに入ってもかなり僕は上の部類の馬だと思うんで、まあ、当然重賞は使ってくるなっていうところもあったし、はい、まあ、本当にそれにふさわしい能力の持ち主なんで、はい、うん、ここは突破できるんじゃないかなっていう感じはちょっとするんですよね、いきなり。うん、そうやって私をまた惑わせるんだ。いやいやいや、私もそうやって惑わせるんだ。いや本当にね、北サンブラックの子供は本当にいい馬出ますね。出ますね。うん、やっぱり馬っぷりもしっかりしてるし、はい、460キロには見えない走りをするんですよね。あ、そうなんですね。はい、フットワークが大きいんで、うん、本当に500キロぐらいあるんじゃないかなっていうぐらい。本当あんのかと思ってました。はい、走りをする馬なんで、はい、あのまずはこの馬に注目かなと思ってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。2頭目はシャンパンカラー、チティデュラメンテ、母メモリアルライフ、母土レックレスアバンダン。シャンパンカラー、はい、シャンパンカラー2000人賞ですよね。はい、まああのまあ、新馬もベゴニア賞もまあどちらもマイルということなんで、はい、まあ、この馬もその 2000m とか中山どうなのっていうところはいくつかあるんですけど、うん、まあ、この馬もレースはあの上手、はい、まあね、新馬戦はちょっとその出遅れて、まあ、サス競馬で勝って、うん、でまあ、前走のベゴニア賞ですよね、やっぱ注目したかったのは。そうですね、はい、やっぱりその前が速いっていうこともあったけど、あの前がこう止まらない、うん、東京の馬場っていうのもあったんですけど、はい、まあ、本当に自分のリズムで、多分あれはたまたま周りに馬がいなかったんで、うん、まあ、花は切る形にはなったんですけど、はい、まあ、その花切ってからもやっぱりこうリズムよく走ってましたし、うん、まあ、最後にこうヒップホップソールを競り落として、はい、でまあ、ラップ自体もやっぱり前半1分後半34っていう、うん、すごくこうなんだろう、平らに言うとすごく標準なんですけど、はい、やっぱりそうい こう自分の時計を刻んでこう勝てるっていうのは、うん、はい、やっぱりこの馬のレースがこうまいんだなっていう感じ。すごいですね、若くって自分のペースちゃんと持ってるっていいですね。そう、自分の形を持ってるっていうのはやっぱりそのクラスが上がってもやっぱり戦えるっていうところもありますし、はい、厩舎が関東の田中剛厩舎なんですけども、はいはい、田中剛厩舎でベゴニア賞っていうと昔ロゴタイプっていう馬がいたんですよ、はい、そのロゴタイプっていう馬はこのベゴニア賞を勝って、その後朝日杯も勝って、おお、皐月賞もみたいな感じで、へえ、だからすごくね、そのこう先生もおそらくそういうロゴタイプのイメージがこうあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、この馬に関して言うとやっぱりこう皐月賞を見据える意味で、はい、こう中山の 2000m を経験させたいっていうところで、うん、まあ、この京成杯にローテを定めたっていう経緯があるので、はい、まあ、そこら辺もやっぱり陣営の期待の高さっていうのはやっぱりこうあるんじゃないかなって感じ、うん、
なんか現状は多分人気もするんだろうなっていう、うん、はい、イメージはあります、まあ、そうですね、あの唯一僕がちょっと懸念してるのはやっぱりそのお父さんがやっぱドゥラメンテなんで、はい、やっぱどうしてもその気の強いところがこうそろそろ出てきてしまうんじゃないかなっていうところが、その距離の延長っていうところとやっぱこう、はい、勝負になるのかなと思うんですけど、はい、まあ、中間の感じを見てる限りだと、うん、まあ、そこまでその気の強い部分は出てないんで、はい、まあ、むしろ小回りのコーナー4つの中山っていうのは、うん、この馬にはむしろ合うんじゃないかなっていう、はい、うん、逆に言うとここでちょっと走れないとなるとちょっとやっぱりその皐月賞っていうところと目標を変えなきゃいけないのかなっていう感じにもなってしまうんで、そうですよね、うん、まあこのね、この3歳の春の時点でもう路線を決めるっていうのはちょっとまだ早いんですけど、うん、やっぱりそこら辺をこう意識させたいような競馬をおそらく陣営は望んでると思うんで、はい、まあ、やっぱ3戦続けて戸崎賞が乗ってくれるっていうのもこれもでかいし、戸崎さんは私も、うん、あの多々お世話になったので、はい、今年の正月はね本当に絶好調といいますか、はい、まあ、元々名手なんですけど、うん、あの戸崎騎手らしいこう開幕をスタートを切ってるんで、うん、やっぱりその鞍上の勢いっていうところもちょっとこう注目かなと思うんですよね、はい、うん、どうですかシャンパンから。いやー、私もう一頭ちょっとこう注目してるものと一頭悩んだのがシャンパンカラーだったんですよね、はい、うん、でもきっと新井さん上げてくるかなと思ったんで、うん、まあね、2戦2勝でね成績もしっかりとまとまってますし、はい、やっぱその前走、まあ、繰り返しなんですけどやっぱベゴニア賞のあの最後こう相手を抜かせない、はい、うん、手応えもやっぱ余裕あったし、相手を見ながらああいう競馬ができるっていうのはやっぱりこう大きな舞台に行けば行くほどすごくこう力になるものになるんで、うん、まあ、ああいう競馬できたっていうのは、うん、これは距離の伸びてもいいんじゃないかなっていう思わせるような、うん、そんな内容だったんで、まあ、これはやっぱりちょっと人気でもちょっとね、抑えておきたい、はい、注目したい一頭かなと思いますね、はい、そうですよね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。3頭目はシルバーデューク、父シルバーステート、母バナディース、母父ロックオブジブラルタル。シルバーデューク、はい、3頭目はシルバーデュークですかね、はい、まあ、あの未勝利勝った後が、まあ、サウジアラビアロイヤルカップ、はい、デイリー杯、うんうん、まあ、3着4着、まあ、4着です ね、 ね、やっぱ重賞に入ってこうなんていうんですかね、ちょっとこう決め手が足りないかなっていう感じのレースは続いてるんですけど、はい、まあ、この馬に関して言うとあのその通りで、多分現状はまだやっぱりこう馬が成長途上なので、うん、あの上がりの早い決め手勝負っていうのはちょっとこの馬には向いてない、おう、うん、向いてないんで、おそらく陣営は中山のコーナー4つっていうのを求めて、はい、まあ、ここを使いに来たんじゃないかなと考えると、うん、あの十分こう狙っていいのかなっていう感じはするんですよね、はい、で、あのジョッキーも本当にあのそれぞれこう戸崎州クリスチャンってこう乗り換わってはいるんですけど、はい、やっぱりその両者が口を揃えてやっぱりこのまま乗りやすいっていう言葉をこうコメントしてるので、はい、やっぱりその乗りやすさっていうところを中山の 2000m でうまくこう活かせないかなという部分は、うん、あのかなりこの馬にはあるんじゃないかなと思うんですよね、はい、まあ、本当にそのまだね、そのどうしても道中力むというか、うん、その折り合いが難しいところはあるんですけど、はい、まあ、本当にその今回に関して言うとそこまでこう頭数も揃ってないんで、うん、おそらく自分のペースでこう運べるでしょうし、あのデリハイがね結構いいメンバーなんですよね、戦ってるところがね。そうですね、はい、オールパルフェがそうか、はい、オールパルフェが逃げ切ったんですけど、はい、マニチャクがダウンタッチダウン、はい、朝日杯勝ちましたしね、うん、でその下だったらそのクルゼイロドスルっていう馬が、はい、あの正月ジュニアカップっていうのをね、はい、楽勝してるんで、楽勝してる、はい、でもかなりこのデイリー杯はメンバー揃ってたって言っていいんじゃないかなっていう感じ、うん、するんで、その中で4着だったら、はい、うん、あの一旦はね、あの2着争いの2着には上がったかなっていうところまで行ったんで、はい、まあ、そこからの一押しっていうところがやっぱその決め手っていうところだったんで、うん、まあ、この馬に関して言うと、まあ、2000m に伸びるのはむしろいいし、うん、まあ、お父さんが未完の大器と言われたシルバーステートっていうのを考えると、はい、重賞を2回使ってきた経験っていうのが、まあ、ここで生きるんじゃないかなっていう感じはするんですよね、うん、はい、うん、いかがですかシルバーデューク。いやーお、なんかむしろ意外だったなと思って、うん、もちろんその前走の内容はとってもいいなっていうふうにレース映像を見ても思ってたので、はい、うん、どうなっていくんだろうっていう、ちょっとまだ私がちょっとまだ勉強不足でもあるんですけど、いやいや、まあ、その比較の問題でその、ね、やっぱ重賞で3着4着ってなってくると、
でいきなり次勝てるのかみたいなところはあるんですけど、うん、はい、あるんですけど、やっぱ競馬ってあの当然みんな誕生日違うんですけど、はい、あの1月っていうのがその馬の年齢のサイクルなんで、はい、まあ、1月1日になるとみんな一斉に2歳から3歳に、そう、あの誕生日関係なくなる、はい、あの世界なので、2歳から3歳になったから何かが急激に変わるのかっていうことはないんですけど、はい、でもその馬っていうのはやっぱりこう日々鍛錬を重ねてこう成長していく生き物なんで、はい、この馬もだいぶその年末、はい、しっかりとこう調教を重ねてあの馬良くなってきてるんで、そういう、こう変わっていく段階をこう見ていくっていうのも一つこう面白いところでもあるので、うん、ちょっとこのシルバーディークの変わり身っていうところはちょっとこう注目してもらいたいなって思うんですよね。まあ、ちょっと15日しっかり見ておかないといけないですね、うん、はい、はい、そして、はい、景気のいい新年一発目、はあ、朝比奈さん、はい、水晶馬、はい、教えてください。いや、めっちゃ考えましたよ本当に、はい、すっごく考えましたけど、はい、はい、京成杯の注目馬はグラニットで、グラニット、はい、行こうと思ってます。はい、朝日杯ね、ちょっとこう、うん、花には行きたいなっていう素振りはあったんですけど、あった、まあ、結局行けなかったって感じですね。なかなかちょっとこう、うん、心苦しい、思い返しても、うん、あーって思う結果ではあったんですけど、うん、まあ、でも今回また島田騎手に戻るので、はい、乗ってる今までそれこそサウジアラビアとか、はい、ね、こうあの爆逃げ、大逃げをしてる乗り方というか、はい、うん、をやっぱ熟知されてる方にまた戻るっていうのも一つのこう安心だなと思う一つでもあるし、うん、まあ、ただ2000、うん、今一番多分走ってても1800、うん、だったと思うんで、はい、距離延長がどう出るかなっていうちょっと心配なところはあるんですけど、うん、もうあのグラニットでこうペースを早めてもらって、うん、あのちょっと今回トース少ないかもですけど、その中でも結構あのかき回す、うん、レースをしてもらいたいなっていうふうに、うん、この頭数だったら、この頭数でこのメンバーだったら、うん、まあ、行く気になれば絶対花は切れるかなっていう感じのメンバーなんで、これが大逃げされちゃうとちょっといろいろ展開がややこしくなるかもしれないっていう結構実はキーマンかもしれないですね、このレースの、もしかしたら、うん、そう、まあ、花を切るのか切らないのか、はい、切ったらどのぐらいのペースで行くのか、うん、後ろをまた離しちゃうのか、はい、引きつけていくのかみたいなところはあるんで、うん、離してほしいなと思うんですけど、あ、展開の鍵を握ってるのはこの馬かなって感じですね。うん、まあ、少なくとも前走のようにはならないなっていうふうには。あ、それはね、そうですね、あの前回はね、前半の 1000m 57秒台だったんで、うん、このメンバーで 2000m で前半が57秒とか絶対ないんで、なさそう、はい、むしろこの馬がどのぐらいのペースでいくかっていうのは、うん、かなりこう見どころかなって感じしますね。うん、まあ、ね、うん、また再コンビを組んでもらって、うん、こう次のこの少ない頭数で中山2000っていう、ね、距離を、まあね、こうグラニット自身も初めてですけど、うん、まあ、どうなっていくのかっていう楽しみな気持ちも込めての注目馬とさせてもらいます。うんうん、なるほどですね。はい、いや、わかんないですけどね、本当に、うん、ちょっとこれは面白いんじゃないかなって感じがします。はい、まあ、今回3歳の一発目ということなんで、はい、まあ、朝比奈さんもずっとこう2歳世代からずっとこう馬を見てきてると思うんで、はい、あの今年あの3歳世代で、はい、追いかけたい馬、注目したい馬、これをですね、ちょっとこう新年一発目なんで、はい、ちょっと発表しましょうというとこなんで、なんか聞かれる気がしたんですよね、はい、すごく朝比奈さんが今年追いかけたい、注目したい、儲けたい馬、はい、儲けたい馬、教えてください。あ、そうですね、悩む、悩んだんですけど、はい、でもやっぱりここはやっぱここ最近の牝馬の強さにかけたいっていう風に思っているので、牝馬では、まあ、それはそうだろうと思う人多いかもですけど、はい、リバティアイランド、リバティアイランド、はい、うん、なんですけど、はい、なんですけど、はいはい、これいろんなこうワクワク感を、うん、経験させてもらったって意味では、うん、実はモリアーナも、あ、モリアーナね、ちょっと気になったんですよね。だから、まあ、リバティアイランドとモリアーナをこう、うん、優しい目と遠い目で見ていきたいなというふうに。あ、なるほどですね、うん、まあ、あの2頭はね、どちらも賞金持ちなんで、おそらく次に顔を合わせるのは桜花賞かなって感じがするんで、まあ、そこの前に、ね、レース挟むかどうかってのは分かんないんですけど、はい、まあね、リバティアイランドはもちろん、まあ、あの強さですからねっていうのもあるし、うん、モリアーナはね、初めて阪神経験してっていうのもあるし、はい、あの武藤ジョッキーもおそらくいろいろ対策というかいろいろ考えて、うん、この春戦っ
戦ってくるんじゃないかなって感じはするんで、やっぱりまだこうつかみどころがない感じがあったので、うん、リバティアイランドはもうね、川田ジョッキーのちゃんとした戦略というか、はい、通りの、ね、素晴らしいレースをしてたのもあるし、うん、やっぱり圧倒的な強さっていうのもあったので、うん、なんだろう、女の子なんですけど女の子に見えないぐらいたくましくて、うん、そうですね、それは言えますね、うん、モリアナはモリアナでやっぱりその私たち昨年の時にモリアナ逃げないかもしれないって話をしたのに、はいはい、めちゃくちゃ逃げたじゃないですか、はいはいはい、やっぱそういう、うん、予想をね、が何が起こるか分かんないっていう意味では、うん、やっぱりこう競馬の面白いところをいっぱい教えてくれそうな一頭でもあるので、うんはい、この2頭かなと思ってます。なるほど、牝馬ではね、はい、ボバ路線どうですか、男馬。これもすごいいろいろ聞きたいんですけど、はい、ただやっぱトースポ2歳ステークスからずっと、うんね、こうなんとなく見てきているというか、はい、の中ではやっぱハーツコンチェルト、ハーツコンチェルト、うん、もうやっぱり能力やっぱ見えてるので、うんまあ、ここから3歳世代になって、うん、パンとどこかで覚醒、うん、さらに覚醒をしてくれることを願っている一頭、うんうんまあ、あのまあまだね全然まだ幼いお子ちゃまなんで、うん、能力だけでやっぱ新馬戦走ったなって感じもするし、ポテンシャルはねもうめちゃめちゃ持ってるから、うん、この先が楽しみっていう、うんまあ、あのホープフルがいい経験になっていれば、まあ、春はもう一回り二回り大きくなってくるんじゃないかなって感じはしますよね、うん、大人になった時楽しみですね、そうなると、はい、やっぱりねお父さんハーツくらいなんでちょっとやっぱこう成長の曲線があるのかなって感じはするんですけど、うんまあ、なんとかサツキダービーにはこう間に合ってほしいかなって感じします、ね、そうですね、うん、そうだ、まあ、あとはうん私その、ね、お兄さんにさ散々助けてもらったからこうダノンタッチダウンとか、あ、はいはい、ダノンタッチダウンは、まあ、クラシックっていうよりはやっぱりそのマイル路線かなって感じはしなくはないですけどね、うん、マイル向き NHK マイルカップとか、はい、安田記念とか、あ、そうですね、まあ、そっちのローテーションかなと思うんですけど、うん、勉強してますね。いやもうでも楽しくなっちゃいますよね、あれもこれも良かったみたいな感じになるから、うん、本当にこう選びきれるのかっていう難しかったんですけど、うん、ただなぜかレイベリングも気になっちゃうっていう、ああレイベリングね、はい、いやあれは大物ですよ、あれは走りますよ、やっぱもう走ってますけどねもう走ってるんですけど、はいはい、そうだからこう2歳であんだけ走ってくれてるから、うん、3歳どうなるのかなっていうのもあるし、うん、結構そのレイベリングに至ってはこう意見がすごい分かれるイメージがありそうだなって、うんうん、結構その2歳の結果で私と同じく気になるなっていう人も多くなってくると思うし、うん、もちろんもともと応援してる方ももちろん多いですけど、またこっからこうクラシック向けてってなった時にどういう意見が飛び交うのかなっていうふうに、うん、あの馬はあのアサイハイの走りからしたら僕は距離は伸ばしてほしいなと思いますけどね。ああ、まあそうですよね、うん、1600の馬じゃないような気がするんで、もうちょっと、うん、2000より長く、うん、2000メートルぐらいまではちょっと走れそうな感じがあるんで、うん、まあそれはね陣営とあのオーナーさんがどう判断するか分かんないんですけど、はい、あのままちょっと伸ばしてほしいなって感じはするなって感じしますね。伸びた時にやっぱ、ね、最後、ね、とんでもなくなってくれそうだなって思うので、うんうんうん、あれは大物感スケール十分って感じですね、うんうん、まだので本当にもう牝馬もボバもどっちも一頭に絞れなかったっていうのが、あ、それは、ね、いいと思いますね。それは競馬の楽しみがこう、うん、広がってるって感じがしていいと思いますね。いや、もうやっと追いかけていきたいっていう、はい、この段階に一歩届いたかなっていう、うん、昨年それこそもう安田記念からお世話になっているので、うんはい、もう大体の、ね、流れができて、はい、ある状態で始まったので、うん、ここからねこうまた3歳になってきたよって馬たちを応援できるっていうのも楽しみですね、うん、あ、素晴らしいですね競馬の鏡みたいなもん。そんな、はい、新井さんも、あ、僕の注目馬、はい、僕の注目馬はあのグランビノス、ほう、あの新馬戦勝ってあの京都2歳ステークス6着だったんですけど、はい、あの北さん、あれもまあ北さんブラック3区、はい、お母さん春馬制度なんですけど、はい、あの馬もあのちょっとやっぱり走るなっていう感じはすごくしてます。うん、うん、で、まあ、京都2歳ステークスはね、あの阪神の内回りでちょっと走りづらかったんですけど、はい、まあ、課題がもう見つかってるし、 あれは多分つうか、まあ、間違いなく僕はクラシックに乗ってくる馬だと思ってるんで、お、僕はあの浮気はせずにグランビノス
ちょっと追いかけたいなと思ってます。わあ、すごい自信だ。もう全部で1頭に絞ったってすごくないですか。まあ、この今年の3歳は本当にまだこれからなんかこう新しい馬がどんどん出てきそうな感じがするんで、うん、あの毎回こういろいろこう評価がみんなこう変わってきそうな感じがするんで、うんうん、今年のクラシックはすごくこう面白いんじゃないかなって思ってます。なんか昨年3歳、まあ、今年4歳世代の馬たちがとんでもない、うん、そうですね、世代だったので、今年も3歳世代期待したいですよね。はい、朝比奈さん、今年の目標をぜひ、はい、教えてください。目標ですか、はい、ここにずっと居座りたいそれはあの向こう側にいるあの中の人に聞いてください。聞こえてますかね。僕じゃわからないんで、はい、聞いてください。ここにずっと居座りたいっていうのが、はい、もうあの純粋な目標というか願望なんですけど、はい、まあ、あの競馬的にもあのもっと今だと馬連五等ボックスっていう買い方が主な買い方なんですけど、うん、はい、まあ、そこが自分の主流の買い方になってきつつあるので、うん、まあ、そことまた別にこうちょっと勝負をかけた、うん、あの馬券の、はい、だから馬の選び方とかもしていきたいなっていうふうに思ってて、うん、結構ね、別にそのボックスがずるいとか僕はそういう考えは全くないんですけど、はい、あのこっからこう買うっていうのをちょっと見たいな、そう、見たいなっていう、そう割っていきたいなっていうふうに、こっからもう流しますみたいな、はい、そういうのもなんかこうチャレンジしていただけると、はい、あの勝負してるなっていう感じもするんで、ちょっと勝負した購入の仕方とか、うん、あとはもう今年どこかで3連単当てたいっていうふうに思ってるので、それはいい目標だと思いますね。いやもう本当に3連複とかもいろいろある中で、はい、もうどこかで3連単を当てるっていうのが、うん、居座りながら3連単当てますね居座るすごいなと思いますけどね、はい、必死かて、ね、そんなこんなで、はい、今年もよろしくお願いしますということで、はい、もうよろしくお願いします。あの視聴者の方も今年1年よろしくお願いしますはい、ということで解説ありがとうございました。ありがとうございます。京成杯は1月15日中山競馬場11レースで開催されます。今週もご視聴ありがとうございました。また来週。